原発事故の廃棄物に関してなんですけど、中間貯蔵施設への搬入から30年以内にその最終処理場、他県の最終処理場への移送することになっているというふうに思うんですけれども、いまだにその最終処理場だったり最終処分方法が未定の中、30年以内の移送というのは本当に可能なのでしょうか。今現在 の、 その進捗状況と今後の見通しも含めて教えていただきたいです。お願いします。それ厳しい質問ですね。ここで答えるとなかなか、波紋を呼びかねないんで難しいんで、ただですね、進捗状況から言えば全く進んでないですね。で、本当に自分の県でさえ嫌って言ってる時に他の県のものを受け入れるかってどこもありえないと考えたら非常に厳しいですよね。どうやって理解を得るかと。じゃあ、受け入れるところが出てきたって今手を挙げたところがあるんですけれども、そこが本当にじゃあ町長が手を挙げたからって住民が受け入れるかったら受け入れてくれないんですよね。だから本当にこれは難しいです。ただ国として30年経ったらどっかに持ってきますと約束してしまった以上はやらざるを得ないことであるということも間違いないと。だから今本当にですね、いろんなところを探して打診をしながら公募しながらって国はやってるんですが、実際にはどこにも住んでないというのは現実ですね。ただし何とかしなきゃいけないということも事実なんですね。だからこの先どうなるかっていうのはここで自分の見解もちょっと喋れない状況で喋って、何か自分の個人的なことを言うと徹底して今度叩かれてしまうところがあるんで、ただ非常に厳しい状況であるということは事実で、今は進捗状況から言えばゼロですよね。で、その搬出先を探していると。で、公募にかけたら手を挙げてくれたところがあったので、そこにちょっと調査をかけたら住民は反対だと。なかなか難しいですね。だから第一段階のたった一つのちょっと少しでも受け入れてくれませんかっていうところでつまずいているのが事実です。これを何とかしなきゃいけないと我々は常々考えているんですね。これはこれから一番の重要なテーマになります。それと同時に汚染水の問題もあるんですね。これは厳しいです。